今日は雨の中の試合でしたが、これだけたくさんのマリーンズファンが塩田選手を待っていました。ファンの皆さんにまずは一言ご挨拶をもらってもいいですか。今日は雨の中応援をしていただき本当にありがとうございます。試合に勝ててよかったです。まあ、先ほどの中でもありましたけれども、今まで7試合で初めて勝ったという前田健太選手相手でしたけれども、試合開始前、何かその対策みたいな打ち合わせなど、ミーティングなどはどんな形でされたんでしょうか。やっぱりすごいいいピッチャーなので、まあ、やっぱみんな積極的に打っていこうと、そういうことを話して、まあ1打席をあんまり引きずらずに、はい、もう次々と思いながらやっていこうということをみんなで言ってます。そして早速初回にはチャンスで清田選手打席回ってきましたが、はい、いかがでしたか、あの打席は。いや、前のバッターが福浦さんだったので、もしかしたらこうカウント悪くなったら僕で勝負してくるんじゃないかなっていうイメージをしていたのでまあなんかこうイメージができた分、はい、なんか打席には入りやすかったです。そして見事なレフト前のヒットということで、はい、貴重な追加点、そして8回本当に貴重な押し出しのフォアボール、思わずフォアボール選ばれた瞬間ガッツポーズ出てましたけれども、ね、いやもうあの時はもうスライダーしか頭に入れてなかったので、はい、それをまあ見逃せたことになんか価値ありますね。あのちょっと実はあの情報を聞いてきたんですけれども、清田選手ダイエットをされたとか伺ったんですが、どうですかファンの皆さん。ちなみにどんなことを意識されたんですか。いや、やっぱりご飯を食べる前に野菜をいっぱい食べる、はい、野菜を食べる、はい、ちなみにダイエットの成果は何キロ減量されたんでしょうか。2月から始めて10キロぐらいです、ダイエットを始めようと思ったきっかけはどこだったんですか。自主トレで井口さんとか阪神の鳥谷さんとかで一緒にやらせてもらってるんですけど、はい、そこでちょっと太りすぎだろって言われてたそうなんですね、そこだったんですね。さてそんな今お話ありました、はい、鳥谷選手と次のカードでは当たることになりますけれども、そうです、ね、タイガース戦西岡選手とも対戦することになりますが、はい、いかがでしょう。いや、まあ今すごい阪神も勢いあるので、はい、でも僕たちもすごい勢いがチームにあるんで、なんとか、まあ、接戦とかでも勝てるように頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では最後に集まってくださったマリーンズファンに熱いメッセージお願いいたします。本当に天気悪い中応援してくださりありがとうございます。あさっての阪神戦からまたチーム一丸となって頑張っていきますので、熱い応援よろしくお願いします。清田選手のヒーローインタビューをお聞きいただきました、はい、そしてあさってからのタイガース戦に向けての熱い一言もいただきました。これは楽しみですね。私もできますよね、はい、ぜひあさってからのタイガース戦、はい、皆さん池節マリンフィールドでご来場のほどお待ちしております。さあそしてこのステージまだまだ終わりません。この後は、はい